はい、皆さんこんにちは、にゃもです。はい、ってことで24日にアガルタ爆絶が、はい、降臨するということで、まあそれのね、キャラ予想とか、はい、していきたいと思います。はい、で、アガルタなんですけど、24日生放送あって、僕とサナパッチョとカファケさんとユミさんかな、はい、4人でちょっと生放送公式の方でするんで、ぜひぜひ見に来てください。ってことで、はい、予想していきたいと思います。はい、まずはアガルタのねギミックなんですけど、重力バリアびっくりマークとダメージオールびっくりマークと、あとブロック、はい、あります。まあブロックはおそらくね、まあ最悪連れていかなくても良さそうな感じだけど、重力ダメージオールはねケアしていきたいっていう感じなんですかね。はい、そして属性効果アップと、そしてエレメントポーション、今回初実装のギミックかな、エレメントポーション。そうすると属性の効果がアップ、アポカリプスのエレメントエリアのアイテム版みたいな感じです。そして一部の敵は一定回数触れるまでダメージ無効ってことで、これはラウドラシステムですね。何回か触れてから殴らないとダメですよみたいな感じなんですよ。はい、まあこの時点ちょっと難しそうだなって感じします。で、今回初めてのエレメントポーションについてはね、公式ページの方にね仕様とか書いてあるんで、そちらを見ていきたいと思います。はい、てな感じでエレメントポーションが登場っていうことで、まあ、最初は銀なんだけど成長して金になる、うん、これどういう条件で出現するのかは分かんないですけど、なんか雑魚倒したらこのエレメントポーションが湧く的な感じなんすかね。ちょっとそこがまだ分かんないんですけど、とりあえずこのエレメントポーションね取らないと多分雑魚処理とかボス火力とか出せないのかなって感じがしてます。で、できれば金にする、これ多分できれば金にするだよね。大概は銀で取るような気がする。金になったらだいぶ楽になるけどみたいな感じなので、なんかまあ属性攻撃持った、属性攻撃の友情持ったやつに持たせるのが良さそう。はい、こちら重力ダメオの反射キャラで相当しました。まあ、まずなぜ反射キャラかっつうと、ラウドラシステムなのでおそらく触れない、そのバリアを壊してから、まあおそらく友情コンボに当たりに行くみたいな形になるんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、もしかしたらそのバリアの破壊条件が 1フレでそのバリア壊れますよ的な感じとかだったら貫通タイプでもいいかもしれない。2から2ヒットじゃないと壊れないよとかだと貫通結構厳しいのかなって感じがしてます。なので一応今回は反射で相当したんですけど、まあこの中で見てて、まあ友情が光属性なキャラ見た時に、アーサーがやっぱりいっちゃん強そうかな、友情コンボあって思いました。まあ全敵ロックオンレーザー L っすよね。これがエレメントポーションで属性アップしてる時だったら、どこにいてもまあとりあえず友情コンボが当たるよって感じなので、アーサー雑魚処理にめちゃくちゃ強いんじゃないかな、エレメントポーション持った状態ならって感じがしました。まあちょっとワンウェイレーザー EL とかもね、ボスとかにねもし刺さったらめちゃくちゃいいですよね。まあ書いてあることね、一部の敵なんですよね。だからどれぐらい、一部の敵ってどれぐらいなのかは分かんないじゃん。もしかしたら一体だけかもしんないし、もしかしたら全部かもしんないし、うん、ほぼ全部な可能性もあるから、ちょっとそこは分かんないですけど、まあとりあえずアーサーは強そうかなって、個人的な思ったことです。今回。まあエレメントポーションの出現条件だよね。まあ予想だとなんか天使みたいのが出てきて、その天使を殺すと、そのエレメントポーションがどっか壁に発現するか、その場に発現するかっていう感じだとは思うんですけど、まぁ、ちょっとそこら辺は来てからのお楽しみってことで。まぁ、で、次になんかね、めちゃくちゃ強そうかなと思ったのが、まぁ、グラバー。はい。ってことで、こいつも、まぁ、一応横、ホライゾンレーザー EL なんですけど、まぁ、結構太めのレーザーで、属性が光属性なので、これも強いんじゃないかな。と思います。まあ、多属性の闇とか多分属性効果アップしてもおそらく通らないんですよ、アポカリプスと一緒な感じだったらね。
これね、これまあ横に配置してなんか使っていくみたいな感じなのかな、友情コンボは。んで、超重力持ってる。今回、その、ラウドラ方式っていうのがあってね、まあ、こいつパワー型なんですけど、超重力でスピードアップできれば、結構立ち回りやすいんじゃないかなと思います。で、ストライクショットがね、ダメージオールに触れるたびにパワーアップっていう、めちゃくちゃ火力の出る、尖った SS 持ってるんですよね。これが結構ボスへのダメージ減になってくるのかなとか思ってます。まあフィニッシャー枠だねこいつは。まあボスもどういう形で削るか分かんないけどね、まあ、おそらくエレメントポーション持った状態で殴るオア友情みたいな形にはなってくると思うんですけど、まあ、友情も殴りもどっちも強いってことでグラバーは、まあ俺が、まあ、今回その4人でチャレンジする放送では何使うかまだ決めてないんですけど、こいつは個人的には入れたいなって思っております。はい。まあ他にもちょっと怪しいなと思ったけど、まあ、友情で光属性の攻撃持ってて、まあ、結構広い範囲賄える、ベルゼブブ超強貫通拡散 9EL5、 こちら光属性なのでこいつもエレメントポーション持ったら雑魚処理とかいけるんじゃないかなとか思ってるんですけど、まあ、こいつスピードもね速いっつうのがいいよね。まあおそらくその雑魚倒したい雑魚的に触れてプロテクションを剥がした後にっていう感じになる気がするんで、スピード速いっつうのはめちゃくちゃいいかな。ちょっとサブは副友情はちょっと使いづらいですけどね。調教メテオなんで、属性倍率、エレメントポーションの恩恵を受けないっていうことでね、無属性なんで。まあ、そこはちょっと、あるんですけど、もうこのメインだけで強いような気がしてます。で、ストライクショットもね、自強化からの無敵状態ですからね、高難易度にめちゃくちゃいいんじゃないかな。とか、思ってます。あと、友情コンボね、無属性なんですけど、こいつ強いんじゃないかっていうのが、まあ、レンブラント、スピードアップ、友情で雑魚倒すとかできないですけど、これ強いんじゃないかな、普通に。まあ、スピードが速い。そしてスピードアップ。ってことなんで、まあ、なんかステージ来てみないとわからないんですけど、もし友情じゃなくて直殴りで、ガンガン行くって感じだったら、レンブラントは 100% 採用かな。とか思ってます。はい。まあ降臨枠でもね、一応このラブリードリーがね、超強貫通拡散弾 EL3 なんで属性持ってる、あと底力もこいつついたんか、うん、こいつが上手くになってきそうな気がしてます。んで、まあ、エレメントポーション一応アイテムじゃないですか。アイテムだってことで、ワンチャンこいつもあるかも。ミカエルね。情報修正で、アイテム成長 SS、これが8ターンで打てるようになっていますので、エレメントポーションをね、金に簡単にできてしまう。で、貫通タイプなので確実に取れに行けるだろう。ということでミカエル1枠刺してくるのはもしかしたら強いかもしれない。まあその代わり友情コンボ非属性だし、うん、それ以外の仕事ができるかどうかがわからないんですけど、もしかしたらミカエルでアイテム成長させて全員アップさせて、ミカエル以外がね光属性だったらね、それでだいぶ仕事ができると思うんで、完全サポートにはなると思うんですけど、ミカエル採用っつうのももしかしたらありえるかもしれない。でも本当アイテム取り以外できない可能性が高いので、まあそれはステージで出てからのお楽しみっていうことですね。まあ、あと多属性で言うとね、まあ、多属性だったら結構いるね。宝蔵院陰影ワンチャン説。まあ、こいつも SS です。8ターンで打てて、重力バリアを一定期間消滅させるので、まあ、消滅させたら、もしかしたらダメージウォールの低
光属性入れられるかも。いやでもきついかな、こいつ自体が。うーん、でもこいつ自体は重視レーザー EL が光属性なんで強いんですよ。そこは友情で活躍できる可能性がありつつ、さらに敵の重力バリアを一滴が消滅させることができるんで、まあこいつ一体入れて、あとマーサー入れて、あとは光属性のダメージオール持ってるやつ、ダメージオールだけど友情めっちゃ強いやつみたいな。はい、これ魔法の院いいえと、うん、副友情十字レーザー入れ強いな。よくよく考えるとこいつ攻撃型だしね、友情を生かせんならこいつありだな。あのバリアは壊せるからね、とりあえず触れればバリア壊して、あとは友情に頑張るって。これ爆発欲しくなるね、考えてると。でも重力ダメージで爆発持ってるやつラグナロクか。じゃ多属性がどれだけ活躍できるかなんだよな。エレメントポーションのおかげで多分ね、光属性以外無理な気がしてるんですけど、個人的には。まあ、あとはさっき、まあ、陰影軸、宝蔵院陰影軸で考えると、俺、ゴンがね、やっぱめっちゃ強いんじゃないかなって思ってるんですよね。うん、全敵貫通録音衝撃化さんがね、雑魚処理めちゃくちゃ強いんじゃないかなって感じ。んで、殴りもね、できるじゃん、SS で。ポーンって飛ばせたらめっちゃ気持ちいいかもしれない。まあおそらく重力、全員重力で行った方が楽だけどね面白い攻略としてありなのかなとか思ったり。はい、ということでまあいろいろ見ていったんですけど、まあおそらく、うん、重力で固めていった方が楽ってことなんで、多分初っ端だったら俺だったらこういくかな。グラバーとりあえず、まあフィニッシャー枠で、アーサー友情強い、全敵ロックオンレーザー L、 そんでベルゼブブかな一旦。本当はね爆発欲しいんですけどね、いい爆発光属性でいないっすねこの枠。まあちょっと重力のかダメージオールの出る具合にもよるんですけど、まあ丸いパーティーだとこんな感じ。初っ端はこれでいっちゃうかな個人的には。はい、でまああとは言ったんですけど、ミカエル8ターンでアイテム成長できる、もしかしたら強いかもしれない。で保存陰影も重力消せて、副友情がね光属性なので友情で活躍できる可能性はある。はい、ってな感じになりました。皆さんもね、まあぜひちょっと公式放送ねあるんでね、ご覧ください。上がれたら頑張りましょう。ってことでご視聴ありがとうございました。じゃあね。